14年ぶりに韓国海軍が就航させた大型輸送艦マラドをみんなは知っているかな？揚陸能力がすごいと言いつつも、実は軽空母に改造できるだとか、F-35 だって運用できると豪語していたやつだよね。実際にマラド級は何のために建造されたのか、意味がわからないという声が多いのも事実らしいぜ。本当に意味があればいいんだけど、意味がなかったらちょっと笑ってしまうよね。そうだね。そこで今回は、このマラド大型輸送艦に隠された意味を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ドット級揚陸艦の2番艦として登場したマラドは、満載排水量は1万9000トン、全長200メートル、全幅31メートルのスペックを誇り、乗員数330名の他に海兵隊員720名を収容することが可能な揚陸能力を保持しているよ。また、主力戦車6両、KAV 水陸両用車7両、LCAC エアクッション型揚陸艇を2隻、汎用ヘリコプターを7機から12機程度、艦内2隻さえ収容する能力を有しているみたい。固有の武装としては、艦首と艦尾に 20mm バルカン砲 CIWS を備え、艦橋後部には地対空ミサイルを発射可能な KVLS を装備しているね。まあ、ここまでの装備を整えていれば輸送艦としては十分と言えるが、そもそも韓国陸軍をどこに輸送するのか疑問符が残るよな。マラドの飛行甲板には、5つもの発着用スポットが設置されており、韓国海軍や海兵隊が保有するヘリはもちろんのこと、必要に応じて韓国陸軍が運用する大型ヘリコプターを運用できるようにもなっているとされているね。ヘリを使って揚陸作戦を行う、そんなシチュエーションがあるとすれば、北朝鮮沿岸に向かっての敵前上陸か、竹島奪還のための逆上陸しか想像はできないよな。むしろ、竹島防衛のためにこの艦首があるのではないかと、うがった見方をしている人もいることは事実だよ。実は韓国海軍、このマラドやフラッグシップ艦であるドクトの2艦を軽空母化し、短距離離陸垂直着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型を搭載して、運用することを検討することも語られていたんだ。でも、その計画の実現にはまだまだ時間がかかるようで、アメリカに対して戦闘機の購入を申し出たそうだけど、アメリカからは釣れない返事しか返ってきていないみたい。アメリカとしては、艦載機ではなくてもオスプレイでいいのではないかとの意見もあるようだね。実際、アメリカ海兵隊のオスプレイの運用には、マラドもすでに対応できる状況で、アメリカとの軍事同盟に基づく相互運用の一環として周辺有事の際に使用できるようになっているとも言われているが、これが韓国国内の親中派には面白くないようだぜ。というのも、アメリカが想定している朝鮮半島や台湾海峡有事は、明らかに中国を仮想敵国としているわけで、その軍事行動には韓国軍も当然同盟国として組み込まれているからだ。昨今、韓国は中国回帰とも言える姿勢を明らかにしているから、あまりアメリカにべったりしすぎると中国様の機嫌が悪くなってしまうじゃないか、というのが親中派の意見のようだね。実際、アメリカのミサイル防衛システムサードが2017年に韓国国内に配備された時でも、中国は明らかに反発していたし、中国からすれば、中国から韓国を攻撃するとでも思っているのか、と難癖をつけつつも、実際にはその防衛システムが、中国本土を狙っている攻撃型ミサイルではないかとの懸念を拭いきれなかったってわけ。韓国がアメリカの言い分を受け入れようとすると、韓国系企業の関税を引き上げたり、中国への進出を合法的に阻害するなど、かなりの嫌がらせを行ったのは、韓国政財界には記憶に新しいことだぜ。独裁国家が力を持つとろくなことにならないよね。独裁国家だからこそ、力をつけるのか、力をつけるから独裁国家になるのか、そこはわからないけど、珍しく哲学的だね。まあ、そんな事情もあり、韓国は中国にかなりの配慮、気遣いを重ねているようだよ。このマラドについても、揚陸艦という分類ではなくあくまで輸送艦という交渉を貫いているのは、中国への明らかな配慮の一つと言われているんだ。揚陸艦ならば、その仮想敵国はどこなのだ。中国にこう問われた時には日本と答えると、中国様は痛く満足することだろうね。でもアメリカ様は同盟国になんてことを言うのだと逆ギレするだろうから、うまいことのらりくらりと回答しなくてはならないな。もちろん、アメリカに同じ質問をされたら中国北朝鮮と答えることは間違いないだろうから、こんなどっちつかずの国を同盟国として面倒を見ているアメリカには、ちょっと同情するぜ。今後、韓国は3万トン超級の軽空母建造を目指す方針を打ち出しているけど、これもかつては新型の大型輸送艦と呼ばれていたものを、改めて軽空母と言い出したに過ぎないよ。あれれ？
中国様の顔色はいいのかな？アメリカ様に断りをしたのかな？なんてなことを考えてしまうよね。韓国にはその2国よりもさらに顔色を見なくてはならない国日本があるからな。日本といえば、中国による尖閣諸島など南西諸島の防衛の必要性が高まったことを理由に、ヘリ搭載型護衛艦出雲と加賀を軽空母化する改修をスタートさせているけど、韓国は日本の空母保有を、マラド級の軽空母化や新規の軽空母建造の最大の理由にしているね。あの日本に負けるのは腹立たしい。日本が持っていて韓国が持っていないのは問題だと。国力や技術も顧みずに欲しがる国韓国は、こうして軽空母までその勢いで建造することになりそうだな。そもそもドクト級は、イギリスでインビンシブル級航空母艦の、建造に携わった BAE 系列企業の支援を仰いで行われたものであり、そういった意味ではすでに空母技術の部分的な移転を受けているかもしれないね。実際、韓国の軽空母計画の内容として、クイーンエリザベス級航空母艦の建造に携わったイギリスのパブコックインターナショナル社が加わるとの見方もあり、世界のメディアからも注目を集めていることは事実だよ。さらに、極東方面に向かって各地で合同軍事演習等を行いながら、航海しているイギリス空母クイーンエリザベスに関しても、韓国に寄港する可能性があると示唆されており、韓国の軽空母建造プロジェクトにイギリスが関与する公算は大きいのではないかな。それでは、なぜ韓国海軍がマラドの建造に踏み切ったのか、その原点に帰って考察してみたいと思うよ。当初は、上陸作戦支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇も同時に装備して、敵前上陸から支援攻撃まで達したようにこなせる万能艦としての用途を想定していたみたい。そのためにも、搭載するヘリコプターはオスプレイが必須だったようで、アメリカ様の顔色を伺ってかつてのインチョン上陸作戦を再現することもあるでしょう？と言ったかどうかはわからないけど、なんとかアメリカ様のご機嫌をとって、ドクト級でのオスプレイ運用試験を許してもらったみたいだね。とは言っても、韓国が望むように空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルはまだまだ得られることができず、今後アメリカにどのような感じで甘えて助けてもらうかが、見ている側としては面白いかもしれないな。そして、韓国の軍事資料を調べていると、意外な事実もわかってきたよ。なんとマラドに関連するプロジェクト名が大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているんだ。これは、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているためにこの名称を使っているみたい。そちらを攻めるために使いません。嫌な日本を攻めるときに使う。いや嫌な日本が持ってるからこっちも持たなきゃいけない事情があるのですよと、中国や北朝鮮に説明をしたかどうかはわからないけど、中国や北朝鮮だってなんでお前たちが軽空母を必要とするの？って、聞きたくもなるよね。アメリカ様に助けてもらえばいいじゃんって言われたら、グーの根も出ないもんね。でも、韓国軍の中にはアメリカばかりへの依存への不安や、自国防衛は自国で、という考えもあるかもしれないね。先ほども紹介したアメリカのサード配備の結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がったことも事実なんだ。アメリカは何もしてくれない。中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。経済面でもすでに中国は兄以上の存在ではないか。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを、国際政治の中で当然のように考えるのであれば、ちょっと軽薄かもしれないがな。でも、マラドを軽空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないぜ。韓国の現状では、有事になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されていることで大きな抑止力が働いていることは事実だよ。だからといって、アメリカが来なかったら困るから、軽空母を一隻持っておこう。そんな安直な考えだけで抑止できると考えるのは早計だね。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで大きな戦力となっているけど、韓国は打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけだよ。アメリカ太平洋艦隊との連携ももちろん必要だけど、すでに連携は図れている状況であり、それでいて中国の軍拡に対抗するためにあらゆる策を講じなくてはならない。その一つが出雲加賀の軽空母化だったわけ。
ちゃんと敵を見て、己に不足していることを補う軍備、韓国のように周りの国の事情や自分のプライドを満たすための軍備では、決してないのよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。